ねえ、チコちゃん。なに？この前の動画、何やったか覚えてる？あ、キャラクター作りだったよね。そう、キャラクター作りが大事っていうお話をしました。うん。で、今日はその後編をね、やっていきたいと思います。はい。で、前回の動画をまだ見てないよっていう方は前回の動画から見てくださいね。キャラクターの作り方はどうやるんですか？はい、キャラクターの設定方法を今からちょっとやっていきたいと思います。キャラクターの設定にはだいたい15項目あります。そんなにあるの？うん。今ね、ちょっとここにね、書きますね。うわー、こんなにあるんだ。多すぎじゃない？そんなことない。これぐらいね、細かくね、性格をね、決めた方がいいのよ。そうなの？うん。あ、好きな食べ物とか、いい性格の特徴。うん。いっぱいあるでしょ？うん。で、実際に今からね、この項目を使って、一つの人形のキャラを設定していきたいと思います。こんなに一回やるの？いや、これね、15項目もやると、時間がなくなっちゃうし、チコちゃんの電話がなくなっちゃうくです。ちょっとね、少なめにやっていきたいと思います。うん。ではね、実際にやっていきます。はい、こちらはね、私が300円ショップで買ったフレンチブルドッグの人形になります。じゃあ男の子っていう設定でいい？で、名前はね、ちっちゃくて可愛いからプチくん、プチくんでいいかな。名前をね、つけるときはみんなに覚えてもらいやすい名前をぜひつけてくださいね。一番大事だもんね、名前って。キャラ設定に15項目あったんですけれども、その中から少し抜粋してね、やっていきたいと思います。じゃあプチくんの好きな食べ物は何ですか？おさつまいも。じゃあ嫌いな食べ物は？梅干し？そんな顔しなくても。じゃあ苦手なことは何ですか？泳ぐこと。じゃあ嫌いなものっていうか、食べ物じゃなくて、その苦手なものは何？水。そうだね、泳げないんだから水は嫌いだよね。じゃあ将来の夢は何？番犬。番犬になるから夢なの？もっと大きくなって番犬になりたいの？なるほどね。欲しいものは何？ガールフレンドが欲しい？ガールフレンドが欲しいんだ。ガールフレンド募集してまーすって。すぐできると思うよ、プチくん可愛いから。うん。じゃあね、プチくんのね、性格教えてもらっていい？明るくて、人懐っこくて、楽しいことが大好きで、特に歌が好き。あ、歌うことが大好きなんだ。へえ。今さ、せっかく YouTube やってるから、みんなに披露してくれる？どうしたの？無理？どうして？本当は？そんな性格じゃない？ちょっと嘘ついちゃった？本当はどんな性格なの？内気で？シャイ？しかも人前で歌うのは苦手？おしゃべりも苦手なの？プチくん、それじゃあさ、腹話術にならないじゃない。はい、プチくん、よく頑張りました。ありがとうございました。で、これからも時々 YouTube に出てくれる？じゃあ皆さんにご挨拶して、さようなら。さようなら、プチくんでした。じゃあチコちゃんに変わろうか。あ、プチくん可愛かったね。ねえ、可愛かったでしょ。うん、チコちゃん、プチくん大好き。じゃあね、ここでプチくんの性格を一回おさらいしてみようか。うん。せーの、ドン。うん、これだけでもさ、プチくんが
どういう子かよくわかるよね。そうだね、プチ君が一体どういう性格なのかなっていうのがよくわかると思います。うん、こうしてね、キャラクターの、性格が、決まるとこの後台本を作るときに話が組み立てやすくなります。うん、ですのでね、皆さんもぜひ、キャラクターをね設定して楽しい台本を作ってみてくださいね。で、15項目と言いましたけども、そちらの方は概要欄の方に貼っておきますので参考にしてもらえればと思います。参考にしてくださいね。それではまた、さようなら。さようなら。ねえねえ、ちかちゃん、何のせいでばかり設定したのよ。内緒。おいしい。